ロジャー・テイラー、ロジャー・テイラー、ラジャー・テイラー、1949年7月26日体は、イギリスのミュージシャン、ロックバンド、クイーンのドラマーである。1973年、アルバム、戦律の王女でデビュー。クイーンでは、ドラムスの他に、コーラスや一部の曲で、ボーカルも担当しており、ベースやギター、キーボードなども演奏する、マルチプレイヤーである。 クイーンのラジオ GAGA GA、カインド・オブ・マジック、ヘブン・ホー・エブリワンなどのヒット曲を作詞・作曲している。クイーンとは別にソロ活動やザ・クロスというバンドを結成しての活動も行っていた。フレディの死後もクイーン、ポール・ロジャースとして活躍するなど現役ミュージシャンとして活動を続けている。ローリング・ストーン氏の選ぶ 歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて74位。1949年7月26日にノーホークで生まれる。数年後にはコーンウォールに引っ越す。8歳の時にはウクレレを独学で演奏するようになる。またこの頃から学校で当時流行していたスキッフルを友人たちと演奏していたという。1960年に彼は音楽奨学金で トルロ大聖堂学校に加わり、聖歌隊として、結婚式やクリスマスなどのあらゆるイベントで歌うことになる。また当初はギターを演奏していたが、徐々にその関心は、ドラムスの方へと移っていく。1965年には、地元のシンガーのバックバンド、ジョニー・クエールザ・リアクションズというバンドにか。その後、ザ・リアクションズ単独としても活動し、ロジャーは、ボーカル兼ドラムスとして、 ローリングストーンズやボブディラン、ジェームズ・ブラウン、オーティス・レディングなどをカバーしていた。後にロジャーがロンドンホスピタルメディカル・カレッジに進学したため、リアクションズは自然消滅。しかしロジャーは一生分の歯を見た解剖授業が気持ち悪いなどという理由で、2年後にノースロンドン工芸大学に入学し直し、生物学を専攻、最終的には 学科の理学志望を取得した。そしてこの頃に出会ったのが、1968年に、ブライアン・メイが出した、ミッチ・ミッチェル、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスやジンジャー・ベカー、クリームのようなドラマを求むというメンバー募集の広告だった。この広告を見て、ロジャーは、スマイルというバンドの結成に至る。スマイルのメンバーは、ロジャーとブライアン・メイ。 ボーカルケンウェスのティム・スタッフ,フェルの3人だった。スマイルはビートルズのアップルレコードにデモテープを送ったが採用されなかった。その後アメリカのマーキュリーレコードと契約してシングル1枚をリリースしたが反響は全くなく結局ティムが他のバンドに加入するためにスマイルを脱退。そこにフレディ・マーキュリーが加わることでクイーン結成へつながっていく。 クイーン初期においてはフレディ・マーキュリーやブライアン・メイが作る典型的クイーンサウンドとは異なるロック色の強い楽曲をアルバムごとに1、2曲提供しロッド・スチュワートにも比較されるハスキーな声でリードボーカルも取った代表的な曲としてオペラ座の夜に収録された I'm in love with my car 名が挙げられるまた自分がボーカルを取らない際には少年時代に 聖歌体で磨いた高音でドラミングをしながらのバックコーラスに徹した。それゆえ、ヒット曲を出すのはクイーンのメンバー中最も遅かったが、1980年代になると自身が作詞作曲したラジオ GAGA GA が全英に位、19カ国で1位という大ヒットを記録し、それ以降もカインドオブマジックインビジブルマン作詞作曲のクレジットは クイーン名義だが、ロジャー作などポップ路線のヒットを連発し、後期クイーンにおいては、ヒットメーカーとなった。また、フレディゾン・メイジのラストアルバム、イニュエンドーにおいても、輝ける日々、これもクレジットは、クイーン名義だがロジャーであことが、後年のインタビュー等で判明や、タイトル曲の歌詞も主にロジャーがまとめたと言われている。このように、ロジャーは徐々に、ソングライターとして成長し、 クイーン内での発言権を増していったことが伺える。クイーンのメンバーで最もソロ活動に積極的だったのはロジャーであった。ロジャーは1977年に自費で限定3000枚の初シングル、I wanna testify を発表し、クイーンのメンバーとしては最初にソロデビューを果たす。1981年にはほぼべての楽器を自身で演奏した初のソロアルバム。 ファン・イン・スペースを、1984年には、セカンドアルバム、ストレンジ・フロンティア、当時の放題は、ロックン・ロー・フロンティアを発表。これらのソロ活動においてロジャーは、娯楽としてのロックを追求したクイーンとは一線を、隠し、半角ソングや、プロテストソングの応募書であるボブ・ディランの曲カバー、するなどして、社会派としての路線をうかがわせた。 クイーンが活動を小休止していた1987年にはオーディションでメンバーを集めてザクロスを結成。このバンドにおいてロジャーはドラムスではなくリードボーカルとリズムギターを担当した。当初ザクロスはロジャーがライブを行う際のバックバンド的な役割で結成されたようでファーストアルバム夢の大陸横断現代シュビットは全曲ロジャーの手によるもので。 ほとんどの楽器をロジャーが演奏したものであった。他メンバーは演奏にはほとんど参加しておらず、当時流行していたダンス風の影響を受けたロック曲中心となっていたが、フレディがゲストボーカルで参加した Heaven for Everyone は後にクイーンのラストアルバム Made in Heaven でリメイクされた、なおアメリカ版の夢の大陸横断でのみ、 ロジャー本人のメインボーカルバージョンによる Heaven for Everyone が聴ける。他の地域はすべてフレディのバージョンである。しかし1989年発表の m ッ t バ b a ロ Rock ー n ー、Roller、現代 m ッ t バ b a デ and Dangerous 2のでは他メンバーも作曲、演奏に参加し、ストレートなロックアルバムに仕上がった。しかしこのアルバムはイギリスでチャートインできず、結果的に ラストアルバムとなったブルーロックは本国、イギリスやアメリカでは発売すらされず、結局ドイツと日本のみでリリースされた。結局計3枚のアルバムを発表したザクロスはクイーンとは異なるストレートなロックンロールを追求したバンドだったが、商業的な成功にはほど遠いまま解散してしまった。それゆえ、今となってはザクロスのアルバムはコレクターズアイテムとなっており、 復刻が待たれているところである。フレディの死後、ザクロスを解散させたロジャーは再びソロ活動を開始。1994年にサードソロアルバム、ハピネスを発表。アルバムは、フレディの死後制作されたこともあってか、全体的に静かなんで統一されており、ネオナチを非難した、ナチス1994や、X ジャパンのヨシキと共演した、ホーリンサンドーも、 話題となった。1998年にはフォース・エレクトリック・ファイヤーを発表。ジョン・デノンの労働階級の英雄のカバーも収録された。このアルバム発表に合わせて、ロジャーの別荘の敷地内にあるナヤで行われたサイバーバーンライブは当時としては画期的なインターネットで生中継され、その場でギネスからアクセス数の新記録の認定を受けた。ロジャー自身は ソロ活動には限界を感じ、ブライアンと再びクイーンを指導させることを考えていたのであった。フレディ主語のロジャーとブライアンは、たびたびチャリティーなど単発のライブをクイーン名義で行っていたが、フレディのような絶対的なボーカリスト不在により、クイーンとして本格的な活動を再開するには長い間、至らなかった。しかし、2004年にロジャーとブライアンは、 英国音楽伝道の授賞式で共演をきっかけにして、元フリー、バッドカンパニーのポール・ロジャースと、クイーン、ポール・ロジャース名義での2を行うことを発表した。フレディは当然不在、ジョンも参加せずにロジャーとブライアンの二人でクイーンを名乗ることへの賛否両論がある中で、ヨーロッパツアーのチケットは全てソールアウトと、大成功を収め、待望の来日公演や24年ぶりの 全米ツアーも成功させた。この中で、ロジャーは、クイーンとしては、最新曲である、自作の、セイッツ、ノットトゥルーを披露してい、この曲は、ネルソン・マンデラのエイズ撲滅運動である46,664のために書かれた曲であり、後に、ザ・コスモス・ロックスにも収録された。全米ツアー終了後、クイーン、ポール・ロジャースとしての活動はしばらく白紙であったが、 ロジャーとブライアンは、ポール・ロジャースとアルバム制作をしたいと、常々希望を述べており、2006年10月に、スタジオ入りすることが正式に、ブライアンのホームページで発表された。そして、2008年に、クイーン・ポール・ロジャースとして、初のアルバム、ザ・コスモス・ロックスを発表した。しかし、このユニットは2009年をもって、活動を終了することが、 ポール・ロジャースから発表された。2009年には、フーファイターズのドラマーであるテイラー・ホーキンスと2010年にツアーを行う計画を立てていることを発表する。一方で、ソロとしての新曲、ザアンブリン・キングイを配信限定で発売している。ロジャーは、ほとんどのライブで、ルード・ビッヒのドラムセットを使用している。レコーディング時は曲によって、ドラムの種類、サイズ、 ヘッドを変えることが普通で、ライブと同じキットでレコーディングを行うことは、ほとんどない。ルードヴィッヒ、グレッチのどちらかを使用。メイドインヘブンでは、スリーシュマンを数曲使用とのこと。このセット内容は2005年に日本でライブをやった時のもので、色はナチュラルメープルである。スネアスナッピーは、グレッチの42本使用。ジョン・ボノムと同じである。 年代別キット詳細は省略。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。